農業というフィールドを生かしながら人が集える農園という縁をより深めていけたらいいかなと思っています。阿部農園は4代続く目力の農家で、私で4代目になります。桃から、あと外で作る露地栽培野菜を中心として、あと母が作るお漬物、お味噌、お惣菜といった加工品を直接販売をするっていうことをモットーにやっている農園です。須賀川はきゅうりの産地ですので、きゅうりがいっぱい取れるんですね。それでそのくずになったのを少しでも利用したいっていうのが始まりで、もう30年来きゅうりを塩漬けしておいて加工してます。そのためにできるだけ手切りでやって、それから添加物を入れないようにっていうことで未だに守ってます。お醤油も美味しい醤油を、添加物の入ってない醤油を使っています。あと桃のコンポートなんですけども、自分家にある桃の規格外品を少しでも利用したいっていう意味で桃を加工して、最初は失敗したり何とかしてたんですけども、3年間くらいかかってやっとこの素晴らしい写真に出来上がりました。やっぱり人に優しく、で自然に優しく、木に優しく、土に優しく、基本も優しく作っていく、手間暇をかけながらも無理のないように、それに向き合った商品作り、私が食べたら、あと大切な家族が食べても支障がないような、そういったものづくりに励んでいます。農業っていうのはすごい難しい作業もあるんですけど、もうちょこっとした細かい作業、誰でもできる作業、単純作業っていうのもいっぱいあるんですよ。細分化していくと0歳から100歳までってよく言ってるんですけども、その人たちに一つのお役割として作業をお手伝いしていただく、それはもしかしたら雇用かもしれないし、バイトかもしれないし、ボランティアかもしれないし、研修っていう形かもしれないんですけど、そういう農業のフィールドを活用することによって、お年寄りの人たちが生きがいを見出したりとか、あとなかなかお料理とかお母さんの味とかがわからない子どもであったり、お母さんたちにそういった食の目覚めができていくとか、そういう食育的な活動であったりとか、あとその人たちが一緒に触れ合うことによっての、農業というフィールドを生かしながら人が集える農園という縁をより深めていけたらいいかなと思っています。何個目の桃ですか？実際私どもは震災以降、岩手の方、南三陸並びに気仙沼ですとか、そういったところをまず復興活動について自分で何とか何かができないかなというところで、実施していたところ、おいしくないものはお金をいただきませんというまでの、広告を出し、実際桃の販売を実施していたことから、ここの力になれればと、復興から発展にもいけるかなと思い、ここの農園のお手伝いの方をさせていただいているということでございます。一つ一つ本当に手作りなので、その手作りをしているということと、それがさらに店頭だったりとか、どなたかそういう顔の見える関係の人に渡されるっていうことが、とてもやりがいがあるなというふうに思ったのと、ここでたまたまお手伝いに来た人や、本当にそこ農園のご家族の方たちにもすごくこう、なんて言うんでしょうね、頑張ってるねっていうような感じですごく温かく見ていただけたので、それもすごく私にとってはやりがいだし、楽しかったなって思いました。震災を機に会社にしていってるわけなので、もちろんその風評だ、売れないっていうのも
あったなかったとは言えないんですけど、やっぱりいろんな方がですね、まあ、雇用であれ、まあ、お手伝いであれ、ほんないろんな方が一気に農園にやってきます。その方たち の能力をどう生かして、どうその人たちが楽しんで働いていただけるかっていうところを、全部がスムーズではないので、人との関わりっていうのでやっぱり自分も悩んだりとか、やっぱそれが一つの自分を成長させたステップになっていったんじゃないかなっていうのはしみじみ思いますね。まず震災以降の、部分での桃の販売量について、8割減になっていたこと、まあ、そんなピンチの中、六次化農業という今度は新しい復興へ、生産のみではなく、そういう販売までですねやるというようなことを伺ったときに、この人はピンチをチャンスに変えるんだなと。こんだけ苦労してんのに、そこを持ってきてまた新たなこと、最初はこの人って何考えてるのかなって思ったんですけど、逆にそういうことを一生懸命やってる姿を見て、まあ、さらに農園が好きになり、これはもうそれこそ日本を代表する農家になっていただきたいというふうに思い、ただ単に自分の会社だけ良ければいいということではなくて、それこそ行政も含め福島を本当に元気にしていこうという気持ちがあっての行動なのかなというふうに思っております。まあ、私の会社の方の仲間においてもですね、賛同してくれるメンバーがおりまして、まあ、声をかけますと、そういった中で一緒に、休みの日をですね返上して私と一緒にサポートに来てくれる、仲間もおりますので、そういった形でここを支えていける形が取れるのかなというふうに思ってます。介護予防であったりとか、親子関係であったり、ニートであったり、引きこもりであったりっていういろんな社会問題があるかと思うんですが、そういうのをフィールドという一つの作業の中で、その空気の中で人々が集うことで解決できる理想形が私は作れるんじゃないかなと思っています。それに伴って雇用の方も増えていきますし、母の味も保つことができるようになると思います。阿部農園の社長は社交性があり行動力もすごくある人なので、すごい人だなと思ってます。自分は逆にそういう行動力とか全然ないんで、学ばなきゃいけないなと思って日々見ております。でも逆に仕事を任された時に考え方の違うことがよくあり、それが逆に仕事を任されている責任なのかなと思って、それを乗り越えるように頑張って仕事をしてます。お嫁に行った時点においてもう私たちの後継ぎはないかと思ってましたが、帰ってきてもらって一生懸命やってもらってます。それで自分で消毒なんかも一人でできるようになり、あと少し言えば農作業の方をの技術を習得してもらうといいなと思ってます。でも後継ぎができたということで大変嬉しく思ってます。ここの農園の人やご家族の方と一緒に過ごしたんですけど、そうした中でやっぱりその幸子さん雅子さんのお人柄にやっぱりすごく惹かれる部分があって、私が来ても当たり前のようにそこにいさせてくださったというか、本当に気兼ねなく楽しく過ごすことが、もちろん仕事は結構忙しかったんですけど、そこですごく私も気持ちが動くというか、本当に応援したいなっていう気持ちになりましたね。大きい農家ではないんですけども、小さいながらも継続できている、そういったモデルケースに私は福島からなれればいいんじゃないかな。女だからできないんだとかそういうんではなくて、私であっても途中から農業に入った
人であってもこういった形で農業って成り立って楽しく、そして仲間が集うモデルケースになりたいな、そういう農園を作っていきたいなと思っています。皆さんこんにちは、私阿部農園の代表寺山幸子です。農業に入って10年経ちました。その前に看護師、ケアマネージャー、訪問看護を20年ほどやらさせていただいております。そんな経験を生かして、私の今後の農業がどういうふうにできるのかというのを本気になってここに来て考えました。ただ物を売るだけではなく、ただ物を作るだけではなく、その機会を大切にしていきたい、生かしていきたい、そういう思いから今どんどんいろんな方が阿部農園に集ってきています。そのソフト面はいろんな人が集うであれば、ハード面をより充実して皆さんが本当に来やすい、楽しめる、そういった空間を今後作っていきたいと私は考えています。うちの母が言いました。薪ストーブがある農園を作ってくれ、そう言われた時に私は絶対この夢を叶えたいと心から思いました。だから皆さん応援してください。まあ普通はよく言う応援です。でも私が考えるのはご縁の縁になります。どうぞ応援してください。皆さんの心からの応援、縁にしようお待ちしています。どうもありがとうございます。